今月、大阪で行われた音楽イベントで、韓国出身の DJ ソウダさんが観客から、胸を触られたり腕を引っ張られたりするなどの、わいせつな被害を受けたとして、男女3人が刑事告発した事件が発生。今月21日には刑事告発されたとみられる、大阪と福岡の男性2人、いずれも20歳が警察に出頭していました。その後の捜査関係者への取材で、 警察がカメラ捜査で刑事告発された女性を割り出し、任意で事情を聞いていることが新たに分かりました。女性は茨城県水戸市の21歳の会社員で、警察に対し、ソ田ダさんが近くまで来た時に右胸に自分の右手を押し当てた。そして、フェンス越しに抱きついて肩にキスをした。ソ田ダさんが目の前に来て嬉しくて体を触った、などと話しているということです。警察は不同意わいせつの疑いも視野に操作しています。 このニュースにネットの反応は。偽乳もんで何が楽しいんだシリコンバッグでももんでろ。自断する。炎上商法成功。お互いに近づかないことがお互いの幸せや。居住地は言ってるけど日本人。チョンライブに行くやつなんて全員逮捕でいい。朝鮮人に近づいてはいけない。そういう教訓だ。韓国に関わるから。危ないから二度と日本のイベントに来ないでね、d j 反日教育を受けてる奴らなんかによく近づくな。ちょんと関わると心温まるな。けえ、嫌い。自分から観客に接近して、目の前で父を揺らしまくってさ、舐めてんのか。ファンに触られて、逆ギレして訴えるのは頭おかしい韓国人だけ。韓流ババアの大気入りペットボトルなんかより、レイナちゃんの大気ボトルの方が100倍嬉しい。この DJ、韓国側ではむちゃくちゃに叩かれてるね。 ちょっと意外登場人物全員韓国人でクローズしたりしないかな3人がやらかしたことを日本側と守護を大きくするのはまだ続けるんかね